いや、どうぞ続けて。いつになっていうのは、何より楽しいのかっていうのを、やっぱり検証するって言うんだけど、そのために、そうね、こう、集まってもらって、見ようっていう感じだったんですけども、そういう段階じゃないですね。うん、もう、本当に、人だけど、世の中を不幸にする宗教は間違いない。もう誰が聞いても、うん、これ、私のこんな、ね、だから私でも理解できる話ですよ。うん、ねえ、ね、これはもう見過ごせないっていうか、これはやっぱりね、合同結婚式のそのさっき話したあれですね、韓国農民にあてがわれた統一教会合同結婚式、日本人妻のセックス地獄、今もう毎年のように開催されている。まあ、週刊誌記事とはいえ、これだけ長い年月、これ2010年の記事だから、これだけ長い年月乗っかってるってことは、ほぼほぼ信憑性があるってことですよ。そういう見方しないとね、ネット情報全部正しいとは思わないけど、その訴訟されてるかどうかなんだよね。それかその記事を差し止め、そうするとすぐ止められるから、これだけ長いってことは反論できない、統一教会としては反論できない整合性のある記事だったってことなんだよ。で、北海道大学教授らの徹底調査で判明した戦慄の事実、韓国農民にあてがわれた統一教会合同結婚式、日本人妻のセックス地獄、見知らぬ土地で生活貧困差別に故郷に帰りたいと、夫は失業していることが多い、月に給料が30万ウォン、約2万3000円しかない時もあります。統一教会の合同結婚式で韓国に渡った日本人妻の多くが貧しい農村で苦しい生活をしている実態が初めて明らかになった。多くがだよ、これ。日本人妻の多くが。海の向こうから届いた彼女たちの悲痛な声。日本人は天の先鋭部隊。白いウェディングドレスを着た女性と黒いスーツを着た男性が何万人も一堂に会し、規則正しく交互に並んで高らかに万歳三唱。会場のそこかしこから爆竹が鳴り響き、紙吹雪が舞えば合同結婚式はクライマックスを迎える。信者にとって一世時代の晴れ舞台だ。だが、教祖によって決められた伴侶の国籍次第で、その後の生活が大きく左右されることになる。そうか、国籍も全部わからないんだ。伴侶の。あ、そう。今は変わったのね。はい。今から、まあ、これは2010年だもんね。今から十数年前。でも、そういう闇歴史がある教団だってことだよ。どんなに今、そうやって付け焼き場で、きれいごとに変えたとしても、定流を流れてるのはまるっきりブラックじゃないですか。そこを見破れなきゃダメなんだよ。今はそんなことないわよって、どの教団もね、その世間からや、司法から突き追求されて、こう、隠すわけですね。変化させたりって。でも元を正せば、その一番の源流は、そういう汚らしい汚泥のようなものが、から、こう、こんこんと湧いた宗教だってことですね。それをね、まずは考えなきゃならん。だからこれは今もその遺伝子は続いてるわけですよ。今のその世界平和なんとか統一家族なんて言ったって。でだよ。これはちょっといいじゃないですか。で、今から十数年前、世界キリスト教統一、まあいいな、統一教会が行う信者同士の婚礼イベント、合同結婚式の模様が盛んに報じられたことがあった。特に世間を騒がせたのは歌手の桜田淳子が会社役員と結婚した92年の合同結婚式。新体操のロサンゼルス五輪代表の山崎浩子ら著名人が参加したため、報道合戦は過熱した。山崎は翌年教団を脱会し、結婚も解消。岩田。現在は当時ほど注目を集めることはなくなったが、今も合同結婚式は毎年のように開催されている。桜田と山崎の結婚相手は共に日本人だったため、イメージが湧きづらいかもしれないが、これだって一つのあれだろうね。要は、なんつうかな。モデルケースとして悪いことやってないんだよって言って、わざわざそういうケースにしたかもしれない。幸せになってるじゃないですかって、要は広告塔ですよ。そういうやってな、その裏でだって、こんなのだって文鮮明の幹部たちが勝手にこうやってチョイスしてるんだからさ、どうにでも教団に有利なようにできるわけですよ。だから著名人は幸せになるように、なるべく幸せになるように金持ちとセッティングするとか、同じ国籍のやつとセッティングするとか、そうじゃないのはもう韓国の農民の
さっき話した。それの、ただの、日本から女を収奪しただけの。そして、特に世間、でな、あんたが、桜田と山崎みたいな、実は日本人の女性信者の結婚相手としてマッチング、結婚相手として当てがわれるんだな、されるのは韓国人男性であるケースが圧倒的に多い。統一教会の機関紙などによれば、これまでの合同結婚式で韓国人男性と結婚し、海を渡った日本人妻は約7000人。しかも多くの妻がソウルやプサンという都市部ではなく、地方の貧しい農村で暮らしているのだ。そして、そんな彼女たちの生活実態に光を当てた本がこの3月に出版された。統一教会、日本宣教の戦略と、韓日祝福。皮肉ですね、これはね。北海道大学ですよ。出版。と題された同著は600ページにも超え、その内容は実に衝撃的だ。著者の桜井先生ですね、北海道大学教授が語る。韓国の農村部は長らく深刻な嫁不足に悩んでいる。その対策として送り込まれたのが合同結婚式に参加した日本人妻なのです。統一教会は在韓日本人信者を特別な使命を持った天の精鋭部隊と称しているが、この特別な使命とは韓国に奉仕すること。さっきのつながりじゃないですか。結局日本蔑視なんですよ。韓国上位。それが底流に流れてる宗教だったってこと。韓国に嫁いだ日本人女性、信者の多くが貧しい環境の中で厳しい生活を送っている。私たちの調査によって合同結婚式にはこうした側面があったことが分かったのです。1954年、韓国でキリスト教徒だった文鮮明によって創設された統一教会は日本で布教を開始してから昨年で、まあこれね、2010年だから、昨年で50年を迎えた。聖書を独自に解釈した原理公論を経典とする。全国に114の教会を持ち、日本の信者数は46万人超えると長とされる。不安を煽り、高額な商品を売る、いわゆる霊感商法がたびたび取り沙汰されている。9年には信者が霊感商法をしていた疑いが持たれ、特定商法取引違反の容疑で東京、渋谷や和歌山の教会が関係先として、家宅捜索されている。統一教会には祝福なる言葉がある。これは合同結婚式に参加し、教祖が決めた信者同士で結ばれる結婚を指す言葉で、日本人の参加は68年頃から確認されており、95年には2万4000人、2000年には9500人が参加したとされる。同じ宗教を信じる者同士とはいえ、見ず知らずの異性と結婚する祝福は強烈な信仰心を要する。それゆえ、元の家族と断絶するなど、トラブルの元となることも少なくない。ましてそれが国際結婚となればなおさらである。海を渡り韓国へ嫁いだ日本人妻たちはどんな生活を送ったのか。信者になれば結婚できる。これ。同書では桜井教授の教著者として中西博子、関西学園学院大学、あ、これ関西って読むのかな。関西学院大学非常勤講師も執筆している。中西氏は韓国で暮らす日本人女性信者に聞き取り調査を行っており、その過程で訪れた地方のある農村では30人近くいた日本人妻全員が統一教会の女性信者という経験をしたという。中西氏は結婚によって韓国に渡った7000人の日本人妻のうち約 60% に当たる4000人ほどが地方に暮らしていると見ている。なぜ都市部ではなく地方に偏るのか。写真あり。ここにあるんだね。マッチングの様子、教祖である文鮮明が決定するという写真がここにあったんだな。教団が関連団体を使って結婚難にあえぐ農村部の男性に信者になれば日本人と結婚できますよと勧誘していたのだという。ある地方の村の教会には純潔な結婚、真の結婚というビラが置かれていました。そこには日本、タイ、モンゴル、フィリピン等国際結婚も可能と書かれ、統一教会の参加団体の名前が記されていた。日本人女性信者との結婚が布教のツールになっていたんだ。しかし、それ餌だったと。韓国人の男性の餌だったってことだね。しかし、その誘いに乗ってくる韓国人男性の多くは結婚目的で入信したに過ぎず、統一教会を結婚相談所ぐらいにしか思っていない。日本人女性は熱心な信者ですから、そのズレが後に様々な問題を生むことになるのです。例えば、中西氏が聞き取り調査した A さんのケース。現在はソウルからバスで4時間もかかる田園地域で、暮らしているが、最初に結婚相手の写真を見たとき、私の人生これで終わったと思った。全く好みとは違うルックスだったという。
結婚相手を決めるマッチングは、写真や書類をもとに、霊的な根拠のもとで、教団によって判断される。性格の不一致や好みのタイプではないという事態は、日常茶飯事のようだ。合同結婚式後、すぐに夫婦生活が始まるわけではない。韓国での暮らしに慣れるため、まずは夫の地元にある教会に住み込むことから始まる。時には数ヶ月に及ぶ住み込みを経た後に、夫婦生活を送ることになるのだが、日本人女性の悩みの中で最も多かったのが性に関するものだった。若い頃に入信した日本人女性の場合は、結婚まで純潔を保っている人も多い。そして夫婦生活を始めるにあたって行われる密化行事で初めて肉体関係を結ぶのです。密化行事とは、教祖の分子と彼の妻の写真を前に祈祷したり塩を巻きながら3日間連続でセックスするというもの。うわ、文鮮明とその神様、こう2人のあの例の写真だよね。ここが寄ってしまって、いやもうおかしい、もう狂ってるよこれ。初日と2日目は女性上位なのだが、3日目は男性上位と単位が決まっているんだって。面白い。もし単位が祈祷の言葉を間違うと、天の許しを受けるための講習会に参加し、もう一度初日からやり直さなければいけない。先の A さんの場合、この3日行事が終わった後も大変だった。無職の夫は一日中家にいるので、昼間から体を求めてくる。部屋の鍵を閉めて、夫から逃げました。と、純朴な A さんは言うが、夫にとっては、待ちに待った花嫁であり、無理のないことなのかもしれない。韓国で急増する国際結婚。90年には韓国国内の結婚件数のうち 1.2% だった国際結婚が05年には 13.6% に急増。農村地帯が多い全羅南道では 22.68% と4組に1組の割合となっていると、ね、これ写真がここにあります。 あったっていうのね。韓国農村に貼られている結婚勧誘のビラ、統一教会日本宣教の戦略と、あの本からね、韓日祝福より、シュートだよね。ネズミみたいな格好のシュートだよね。シュート名は何だっけ、どっちだ、まあいいや。シュートが、教科書問題をどう思うか。日本人妻の悩みは尽きない。経済的な苦しみもまた彼女たちを襲う。中西氏は説明する。韓国は超学歴社会なのですが、農村部の男性は中学校卒という人も珍しくない。そうなると、おのずと仕事もそらそうだよね。日本以上にも、だから、天を目指す学校、大学行った連中以外は、だってみんなもう、コケだもんね。もう、ペケだもん。そういう会社、そういう世界だもんね、韓国はね。で、そうなると仕事も制限されます。夫は失業しているので、サラ金に借金をしている。月給がたったの30万ウォン、さっきの約2万3000円しかない。と、嘆く声もありました。妻自身が働くしかなく、タオール工場でフルタイムの仕事をして家計を助ける女性もいた。それでも彼女たちは離婚という選択を取りたがらない。逆に、現地の日本人妻同士が集まり、自分たちはよくやっていると、お互いを励まし合っているぐらいだって言って。もうらしいじゃないですか。彼女たちの支えとなっているのは、統一教会の経典だ。だから、これ間違ったものを信じてるから、こういうことになってくるわけですよ。それでも、普通だったらもうさっさと離婚して、パッパと帰ってこれるのに、それにこう束縛されちゃうっていうね。要するに人間の精神と命をこうギューッとがんじがらめするのが邪宗教なんです。で、原理公論の中にアダムとエヴァの話がある。アダムは神の禁を破り、そうか。でか、いや、絶対破っちゃダメだってことなんだよ。神の禁を破り、悪魔と情を交わしたエヴァを許すな。神、許す?誰が許したの?アダムは許したってことね。あ、神は許さなかったわけだね。そう、アダムは許したけど、神は二人もろとも楽園から地上に追放する。そして彼らの子孫である全人類に悪魔の汚れが及ぶと。まあこういう解釈だよね。だから、桜井氏の解説。で、これがそのまま韓日の関係にも用いられていると。朝鮮侵略の歴史がある日本はエヴァ国家だ。これが。だからなんだ。だから、として現代における奉仕の義務があるんだ。日本にもうそもそも、その罪を消すために。それがさっきの東西だよ、東西。食材だな、これ、キリスト教といえば食材。桃源か、桃源。
当滅か。当滅。贖罪が課せられてるんだ。そういう正当化なんだよ。対して韓国はアダム国家という奉仕される立場にある。どんなに辛い結婚生活であっても、この考えがあるため、彼女たちは耐え忍んでいるんだ。在韓日本人信者向けの機関誌。本邦人には、信者たちの結婚生活における悩みが多数掲載されている。嫁姑問題などもあるが、日本とは趣が異なる。姑の最初の言葉が、教科書問題をどう思うか、だった。予想外の言葉だったが、私の父母の時代のことですが、私が嫁いだから過去の過ちを償わせてもらいますと答えた。兄弟を日本人に殺されている姑からは、とにかくいじめられる。反日感情が強い世代からの圧迫は想像以上のようだ。かといって、夫が守ってくれるわけでもない。夫には仕事がなく、日本から持ってきた金でやりくりしていたが、それが底をついた。以後、朝4時に起きて、世界日報。これは統一教会の関連会社が発行している新聞の配達をして生計を立てている。韓国での苦しい生活が罪の清算だと受け止めていると同時に、離婚や脱会が罪を増やす行為だと教えられていることも、彼女たちの我慢の原動力となっている。桜井氏が言う、一度統一教会の教えである原理を知った者が、これを捨てることは、原理を知らない者以上に罪深いこと。霊界に行ってもなお永遠に責め続けられるという考えを植え込まれているんです。今度はまた分かんないこともある。売罪と恐怖で、あ、罪をこのあれか、売罪っていう字、売信員の売だね、これ。だから、罪を、まあ要するに罪をこう、なんつうかな、暴かれるっていうか、その、っていうことだろうな。と恐怖で支配されていると言ってもいいって、そういうことだ。だからやめられないんだ。やめたら大変なことだぞってことだよね。もともと罪があるくせにと、ここでやめた日にゃと、そういうことだよ。しかもこの韓国、まあ日本人ならまだよかったよ、日本にいたからね。韓国に連れてかれたこの人たちは、このアダム、お前はエヴァ国家のその罪深いね、誘惑した邪悪な悪魔と通じた文化なんだって、そういう考えで来るわけだよね。いや、これはね、その人たち責任ないじゃないですか。あれはかつて日本がやったことであって、今の日本人とっての責任とまで言われたらな、それはひどいですよ。暴力や生活苦から逃げ出す妻もした。しかし、我慢の限界に達し、離婚に踏み切る女性もいる。どうしても結婚生活に耐えられず、離婚して日本に戻ってきた女性信者がいました。親や周囲の人の説得もあり、教義への矛盾を感じた彼女は、ふと横にいる子供を見て、愛のない相手との間に生まれたこの子は何？と呆然とした。子供には罪はないが、出生を思うと複雑な感情になったのでしょうって。これだってそうだよね。さっきの2世の苦しみもそうだけどさ、親だってさ、ある時ふっと何かの表紙で我に返った時にさ、何の愛情もない、ただただその時マッチングされた人とエッチして、で生まれちゃった子ですよ。なんとも言えない、かわいいね。両方かわいそうだよね。その親もかわいそうだけど、子供も。でどうなった。でもちろん全てが悲惨なわけではない。都市部の歯科医と結ばれ、優雅な生活を送る日本人妻もいると。結婚して子供ができたことで幸せを感じている日本人妻もいるようだと。ある脱会信者は複雑な心理を明かした。女性信者は皆分子の花嫁の立場にあるんです。夫はあくまで分子の身代わりで、種を与えるだけの存在。分子の子供は神の子で、その子を産んだというのは大きな誇りになりますと。とはいえ、異国の地での生活に、だからこれさっき言った初期の頃は、教団は分子と直接交わってたってことなんですよ。それの証拠ですよ、これ。それが手がもう回らなくなっちゃったから、今度は信者が、男性信者が私の子、まあ、血を受けたことになるから、だからそれと交われば、分子と交わったことになって、血統は転換されるんだと。こういう理屈だよね。初めはだから片っ端からエッチしたかったって言ったら、それだけの信仰ですよ。それが、ただ金に変わっただけだ。
その性欲が今度は金銭欲に転化していったってことや。でも根底は変わってないもんだから、どこまで行ってもその淫欲深い状況が続いて、死ぬまで、これはちょっと今回調べた中にチャチャ出てたけど、死ぬまでもうそういうこと大好きなおっさんだったって。見苦しい、本当に見苦しい、鬼畜生のようなね、鬼畜のような、とっかい引っかいこの女を変えるようなね、そういう人だったそうですよ。気色悪いじゃんね、80過ぎたじいさんがそんなこと好きで好きでしょうがないなんてさ、動物以下ですよ。そんなのメシアだろうくないじゃないですか。そして、女性信者は皆、あ、これ言ったね。とはいえ、異国の地での生活に耐え忍んでいる日本人妻がいるのも事実だと。統一教会の霊感商法などの被害の救済に取り組む日本、あ、全国霊感商法対策弁護士連絡会の渡辺、弁護士といいとが言う。現役信者は認めないでしょうが、韓国での結婚生活の中で夫の暴力が生活苦から逃げ出す日本人妻は、あ、暴力やか。夫の暴力や生活苦から逃げ出す日本人妻は結構いるようです。統一教会ではもともと家族との縁を切って合同結婚式に参加する人が多く、日本に帰る場所がない人もいる。彼女たちの中には離婚後も仕方なく韓国に留まっている人もいるって。留まる人もいると。統一教会は本誌取材にこう回答した。大部分の婦人はソウル市、何これ、仁の川ね、市などの首都圏に住んでいます。残りの7つの道、編集部中、日本の、まあ、県のような行政府に、それぞれ、あ、道か、道、7つの道に、それぞれ平均500人ずつが住んでいますが、それらの道でも大半の人は都市部で暮らしています。まあ、こう言ってると。本郷人に婦人たちの不満などを掲載した理由は、みんなで助け合おうというご助精神からでした。7000人もの婦人がいれば、中には順中満帆とはいかず、苦労に見舞われる人も現れることでしょう。そこで最も援助を必要としている人を紹介し、みんなで援助していったのです。以降、5年以降は国際家庭支援センターができ、早急な問題解決が可能になっています。広報局ではこう言っていると。幸せな生活を夢見て韓国へ渡った日本人妻たちは今何を思ってるんだろうかと。これね、テレビでもやってたよ確かな。でもこんなに詳細に僕は記事も読んでなかったし、その時はそんなに統一教会、まあ、正直バカにしてましたから、まあごめんね、バカの集まりだと思ってたから、こう胸に来るものなかったんだよねその時は。あれから随分経って、自分もこの仏教で自分を磨いてきて、この人の痛みがね、少し感じれるようになってきてさ、こんなね、間違った宗教で人生を無駄にして、子供たちまで、この苦しみをしなきゃいけないっていうのは、どっかで断ち切らなきゃならんと思うよね。うん、私はさ、あなたのその今までの生活とか、詳しく知らないからさ、効果不効果っていうのも知らないし、まあ、お友達からですよ、話をね、まあ、うん。